にちは、バンザボロです。この映像ボケボケになってますが、相変わらずヤシカフレックスの映像カメラを使ってデジスワップですね、デジスワップを使って録画しています。いかがでしょうか。昨日ですね、車載使って録画してみたんですが、さすがに車載は無理ですね。ブレブレになってしまうんで、見るに耐えられない映像になってしまいました。今駐車場に停めて録画しています。このぐらいであれば確かにピンボケなんですけど、見れないことないですよね見れないか、かなりピンボケですね。もうちょっとね、なんだろうな、絞りとか調整したらうまくいくのかな。ちょっといじってみますか。今全開放なんで絞っていきます。iPhone の、カメラが優秀なんで自動で変わってますね。これ露出とか変わってます。ちょっとピント良くなりましたかね。こんな感じですかね。昨日と打って変わって今日は大雪になってしまった札幌です。このあともう今日は降らないのかな。この後天気回復するみたいなんですけど、どうでしょうか。もう雪いらないですね。ただ明日からも気温が高くなって、もういよいよ春に向けて雪解けが始まりそうな感じです。ヤシカフレックスのこのデジスワップを使った車載動画、もうちょっといろいろチャレンジしてみたいと思います。この後また今後なんかいい方法を見つけたら撮っていきたいと思います。それでは今回一旦これで終了します。以上バンザボロでした。したっけねー。